兄弟たちよ、今日の福音は私たちの日常の生活を照らしてくださいます、あるいは示してくださいます。私たちの人生は何ですか？私たちの毎日、の歴史は何ですか？大きな裁判です。大きな裁判です。いつも私たちはいろんな出来事によって、人々との関係によって、裁判官まで、連れられています。いつも。その奥さんとの関係、その難しさ、子供との関係、子供が何か、学校ではめちゃくちゃしましたか、勉強しなかったか、その、トラブルがあった時には、あなたが、その裁判まで、連れられています。イエス・キリストと同じように。なんで？どうして？悪魔は、あなたが、この出来事、あるいはその出来事、あるいはその出来事、において、キリストを認めないように、キリストを軽蔑するように、キリストを捨てるように、悪魔が努めています。だから、私たちがいつも、この、なんか、戦いの中にいます。いつも、キリストが私のために、良い、技をしてくれるか、私を愛しているか、愛していないか。面白いね。福音の中には、キリスト自身が一つのことを言います。私は、私を認める。私の証をする。すべての人々の前に、私のことを愛、証をする人々は、私、すみません。その人々を、私も、天使たちの前に、証をする。わかる？私について、良い言葉を、良い証をする人たちが、私の証をも、もらいます。天使の前で私もこの人々のことを証しします。認めます。この人たちが私のものであると。天使たち、つまり天国には、つまり永遠に、という意味ですね。しかし、気をつけてくださいね。キリストがいます。気をつけてください。この毎日の裁判、この毎日の戦いの中には、悪魔が働いています。つまり、聖霊を侮辱するためには、聖霊を軽蔑するためには、聖霊が嘘をついているということを言うためには、わかる？この罪、聖霊に対しての罪には許しがない。これは悪いことではない。どうして？私が許しをいただきたくない。私は、その許し、その愛、とんでもないことです。いらないと言ったときには、神ご自身があなたを許すことはできない。キリストがあなたのためには全てをかけ、命をかけていても、その許し、その慈しみがあなたのところまで届かない。残念なことですけど、これです。これです。今日私を。だから、ね、気をつけなければならない。聖霊は私たちを導く。聖霊は、ね、その裁判のところには、私たちに全てを教える。何か言えばいいということを私たちに教えます。だから、教会の中では私たちが信仰の道を歩まなければならない。その聖霊の教えを聞かなければならない。もらわなければならない。その育てる。その育ちが必要です。聖霊の育ち。聖霊の教育は必要です。ないと私たちがキリストのことを証しすることはできません。つまり、イエス・キリストが全ての出来事において、私の良い、私の善のために働いてないと言ってしまう。悪魔の嘘に信じてしまいます。だから、ああ、主人が悪い。主人との関係は難しい理由が、主人のことだから。主人が悪いです。主人が、性はいつも
相手のこと、その誠意、その責任をいつも相手の上に置いてしまいます。そして私たちの人生には少しずつ神の愛が消えてしまう、見えなくなる。わかる？聖霊が私たちを導くならば、聖霊を認め、聖霊に対して悪いことを考えないなら、聖霊を侮辱しないなら、聖霊が私たちを真理まで導いてくださる。真理は何ですか？キリスト。肉となったキリスト。あなたのために命を懸けたキリスト。すべてにおいて働いているキリスト。すべてにおいてあなたを愛しているキリスト。どんな罪を犯していてもあなたをそのまま愛し、あなたを許してくださるキリスト。これは真理です。これを認め、これを分かる、これを見出す、これを識別する、これを見分ける、これを証しをする人々は天国にいます。喜んでいます。幸せを得た。満腹されます。どうして？どんな出来事においてもキリストに出会う。どんな出来事も、でも、この人をキリストと共に十字架に貼り付けさせます。で、十字架に貼り付けさせたら、キリストの中に入ります。その釘は私たちをキリストと一体にする。キリストと光結ぶ。これはキリストを認める人の経験です。私たちが難しいだから、その戦いは非常に難しい。私たちの力をずっと超えている戦いであるから、聖霊が私たちのために来てくださる。私たちを導く。私たちに教えます。教会の中では。信仰の道、共同体の中では。司祭、カテキストなど。そして他の兄弟も、子供なら自分の両親の身によって、聖霊が私たちを導く。だからこの聖霊を、いただくように、この聖霊、つまり悪魔の嘘、すべての状態を使って私たちが神の愛を疑わせるように、その悪魔を退けるために、教会の助けを求めましょう。教会と共に歩みましょう。よいしょ。